震度5強を観測しました鳥取県の三笹町に斉藤康高アナウンサーがいます斉藤さんそちらの状況を伝えてくださいはい今日も午前中からドーンという地鳴りのような音とと,ともに余震が何度もありまして我々もつい身構えてしまう緊張状態が続いていますここは三笹町の中でも一番被害が大きかったと言われています大勢地区ですご覧のように住宅の瓦屋根が 多くの家で剥がれ落ちてしまっていますで、明日の予報が雨ということもありまして雨漏りをしないように今ブルーシートで応急処置を行っているんですねただそのブルーシートが足りないと言います今日の午前中に町役場でブルーシートを配った時もすぐになくなってしまったということですえ、そしてもう一つ心配な情報が入ってきましたナンバープレートを隠した不審な車がこの辺りをずっと徘徊しているということなんですね で地元の消防団ですとか警察の方々が車で回って地元の方々に情報を呼びかけていましたまあこの後予診がまたあるかもしれないそして不審な車の情報もあるということで住民の方々にとっては今夜も眠れない夜が続きそうです